去年の夏の疲れが抜けない状態が続いております、もう体温よりも気温の方が高いというそんな日々が続いておりましたが、今日は少し涼しさが戻ってきたということでございます。涼しさは戻ってきたんでございますが、まだ女房が戻ってこないというそんな仲間が楽屋は何人か生息をしております。毎日労働時間は非常に短いんですが、まあ休みがないという業界でございます。定年もないもんですからね、まあ元気であれば、仕事が続けられるというわけでございますが、最高齢は米丸師匠が94歳、現役でございます。生まれたのが横浜の港町でございまして、子供の頃にペリーの黒船に乗ったという噂がありますから、かなりのご高齢なわけでございます。私が本年66になりました。もっと上だろうという眼差しはよく感じますが、まあ親が届けを出してから66年という歳月なんでございますが、落語界ではまだ60代は若手という扱いでございまして、数えたら私と米丸師匠の狭間、東京だけで先輩が150人おります。あと150回はお通夜に出なければいけないというまあ現実があるわけでございまして、まあ自分の時代が来るのにまだ果てしない年月を必要とするということだけが判明をしておりますので、今あんまり無理ができない日々を送っているわけでございます。ご案内かと思うんでございますが、まあそういう事情があるもんですから、今日も熱演しません。あれが一番体に触るわけでございまして、まああんまり大きな声も出さない日々でございましてね、この頃は後ろの方にお座りになってるお客様途切れ途切れにしか聞こえてこないというんで、寄席に行ったんだか平壌放送を聞いてるのかわからないというようなことを言われておりますが、一番後ろにお座りになっておりました何日か前に元気のいいおばちゃまがでっかい声で、あんちゃん聞こえないぞという、まあまあそんな声がこちらへ届きました。一応それにお答えをして、聞こえたとしてもそれほど大した話はしていませんと言ったんですけど、まあおばちゃまそんなんじゃめげてなかったですね。再び大きな声でこっちはお金を払ってるんだっておっしゃいますから、まあこっちはそれほどもらってませんということで、とりあえずご理解をいただいたわけでございますが、まあまあ私どもに限らないんで、落語の登場人物なるものが我々同様でございましてね、まあほとんど人生に責任を感じない力が入らないというその日々を送っているという、それが主役を務めております。世の中の一番役に立たない登場人物で若旦那というのがおります。若旦那と言われるとドキッとする方もおいでになるかと思うんですが、落語の方の若旦那何の役にも立たないという輩でございましてね、まあうちの方ではお父っつぁんおっかさんが一生懸命商いをしております。その働く後ろ姿を見て、よし俺もというように力の入る輩は我々は扱わないんでございますね。まあお父っさんあっちを向いてるんで、じゃあちょっとこのガマ口を預かろうなんてんで、なんとかそんなことが度重なりますと、親元を感動という、出ていけという、若いですからね出てくという、そこまでは威勢がよろしいんですが、出た後でございます。それはまあ一人で自活ができるという、そんな気力も体力も財力も何にもない。